お疲れちゃんです。ラットです。そしてお疲れちゃんです。天狗です。よいしょ。はい、というわけで今日ね、天狗と2人でやっていくんですけど、今日はねこちらエリクサーキャッチを攻略、はい、新しいチャレンジ、はい、そうですね、新チャレンジが来てるんで、まあそちらをね今日はやっていきたいと思います。で今も7勝まで来てるんですけど、このチャレンジがまずあの、ね、どういうものか、そう、どういうものかっていうと、なんか前にもそのあったんですけど、ドラゴンハント、そう、ドラゴンハント、なんか真ん中のやつ真ん中のブツを壊せばそのインドラとか出てくるみたいなのがあったんですけど、今回はその真ん中のブツを壊すと2エリクサーゲットできます。え、もう壊すエリポン、そう、壊したらもう2エリゲットなんで、まあ、ただね、ただいやー、もうただね、目がないからただの2個スーツですかね、ただので、あと橋にも、橋が右と左にあるじゃないですか、あれにも1コスと1コスが落ちてるんですよね。え、なんでそれもうまく回収していくと、もうそれだけでね4コスただ、うわ、4コスただ、ダックプリがただで出せるんで、ね、やばっていう感じのチャレンジっす。まあやっていくのが早いと思うんで、やっていくんですけど、もう最強デッキ見つけた、最強デッキ見つけました。はい、枯渇、枯渇です。おー、なるほど、枯渇です。まずインフェルノタワーでもう先に置いちゃえばいいですね。先に置いちゃえばインフェルノタワーでこれで2個つけていきます。なんで、なるほど、お得です。からの、からの端にあるやつを端前ギャングとか、はい、アイスピでしょ、あのかできるんですよ、ゲット。あと端前プリンでもゲットできるから、アイスピタダってこと、ね、そう、アイスピタダで相手のターンに行くから 100ダメージタダ、端前プリンも2コースで出せる、うわみたいな感じでねできるんで、すごい枯渇ゲーです。あとはまあスペルでは拾えない、うん、でまあそこは注意してくださいっていうやつで、さあラスト3戦いきますか。よいしょ。これね、あとインフェルタワーあったら速攻で置かないと、これ大事です。これ始まってすぐに置かないと相手も結構あの置いてくるんですよ。おこれでもう2コスゲットです。2コスゲットです。開幕2コス。そう、これはちょっと相手にね2コス上げる形になっちゃうんですけど、まあしょうがないですねっていう感じでやっていきます。でまああと枯渇なんで、まあ、普通にバレル来たら投げてやっていけば、もしかしてタワー2周働く感じ。そう、インフェルタワー、そう、それ2周働くんですよね。それがでかい。オーブンはちょっと違うな、これちょっと、あ、オーブンもさてはいいね、やば、相手ちょっと回収したいですね。回収したいんですけど、あ、これインフェルタワー置きます。インフェルタワー置いてちょっとアイスピで回収してきます。よいしょ、1コス1コス回収勝ちで、けどその気をつけないといけないのが、回収しようとするとなんか逆にアド取られてるみたいなことがあるんですよね。なんでこれナイトが優秀、変になんかスケルトンとか、スケルトンで回収してもプラマイゼロだし、変に回収しようとすると逆に損しちゃうんでね、ほどほどに回収するのがすごいいいかなと思います。これもダメージ許容して OK、とりあえずこれでタンクの届くとこにいいね、置いときます。であと端前アイスピギャングとかで基本回収ですね。これ多分左側に出てくるんで、これもう2コスの攻めギャングですね。よいしょ。オーブンがちょっとあれですね、枯渇が刺さりにくい気持ち刺さんない、ランバーみたいな感じやっていくと、そう、このタルババも転がってる時だと回収できないんで、ちゃんとババで回収してるっすけど、相手それ 1コス損してるっていう気をつけないとね、そう、損するんで、まあ、取らせないっていう意味ではまあ大事ですかもね。ワンチャン負けそうなんだけどちょ、あの枯渇の得がしっかりタルババ終わって枯渇がシンプルにそんなにうまくないっていう事件、相手の手札とか考えれなくなる。いやマジで考えれない、これちょっと端前ギャングで回収したい。いやってこと頼むわ、ちょっとあれ、ちょっと負けそう。いや大丈夫、今無敗の男。これインフェルノタワー、あ、これヤリゴブリンが拾ったヤリゴブリンが拾ってくれた、勝手にアド回収。そうで、これで2コス、まあ、ゲットなんで、僕はさっき相手ザップ持ってましたね。けどこのインフェルノタワーがすごい強いんでね。いやー、これはチートだね、これマジで。これでバレル投げとくと、こっちの回転が速くて、ドラゴンハントの時も
真ん中に置いてれば、うん、真ん中に置いてれば、うん、もし相手にやられてもあのそうなんよね、ドラゴン焼けたんで、そう防衛してくれるっていうのでインフラタワーがすげえ優秀なんですよ。とりあえず置いとけばいいっす、とりあえずね。であとバレル投げて、あオーブン、もうこれロケットでもいいっすね。じゃあ気持ちアイスピで回収します。気持ち回収。ただあ待って、やばい待って、俺のインフルトは働いて。あとロケット2発、これでも回収できるわ。これインフィナタワーが回収してくれるんで、今の間にロケット撃ちます。ちょっと甘えてない？あ、回収できなかった。甘えてる。あとも引きこもって、よいしょ。アーチャーとかも意外とね、よくね。アーチャーも面白い。アーチャーも面白いんですけど、捕獲が最強っていう。結局プリンが強い。そう、プリンも強い。後ろからも出せるし、端前にも出せる。あら雨の もう全然ロケット削りしてますけど、ん全然ロケット削りしても大丈夫ですか。これできるのがロケット削りできるのがインフェルノタワーでやっぱ2コス回収してるから、あそしたら守りやすいんですよね。しかもアイスピでもう0コス回ししてるから、ね、そうそこっすね。そこが大事なんですね。そう回転、これなんかいる、俺ウォールブレイカーとなんか持ってないんだよね。高回転ホグとかも普通に強いよね。じゃあそうだね、確かにホグ3コス、いやホグ早って、あこれ何もない時すごい辛いんですよマジ。あ待って、俺のゴブリンが負ける。お早い、待ってめっちゃ頑張った。両サイド回収した両サイド回収した。チャラチャラっすね。でまあ次の時にまたインフィニットタワーで壊してしまえば僕のが有利になるんで、よいしょ。ワンテンポちょいっと待って、しかもこれでコツとかあんの、コツでも出るときは分かるんじゃない、こんな感じで。だからあでもこれ遅い、それがちょっとは助かる。あ待って、建築始まるんだ。いっぱい、そう建築いやなんか真ん中さ木組みができてる。そうインフェルノタワーが無双してくれる。でこれでもう2コス、あざすやっぱただは大事で、これ端前プリンで、あでも左だったらな、右削りたいんで、これ端前プリン2コスっす。2コス端前プリン実質で、なんか無理に取り行ってもいいんですけど、あと取られたくないけど、まあ、ギャングぐらいならいいか。はい横取りで、またあの建築始まるんで、建築始まるときにマンヒルントワー出してあげればいいかなと思います。あこれ端前、これ建築優先で、端の1コスは正直そんな取らなくてもいいです、うん、なんか変に取り行くと逆にきつくなるんで。なるほど、そうですね。重要なのが真ん中が重要ですね。これ足前プレイにしたけど何もなかった、まあ、逆サイをギャングとかで、よいしょ、両サイしっかり取っていくとまあ1個取られてても楽になりますね。枯渇はそんな使わない、俺でもプチプチ勝ててるから。あれワンチャンやばい佐藤、これ端前プリンチャンスですね。あ、今待って、これも1コツ拾ったおかげで参る。ちょっとあれですね、この端の1コツを取りに焦るとちょっとね、やっちゃうワンチャン取られるかな。やめて。いやミニピッカーもいるんだよね結構。そうミニピも強い。これ端前プリンで取りたいですね。よいしょ、これ2コス、2コス倒しつつ、いい2コス端前プリン、しかもこれ MV していきます。よいしょ、これ回転が早い KK っぽい、 KK してる、 KK っぽい。今 KK になってる俺。そうよろしくバレルの KK ですね。と一緒ぐらいの速さでインフェを置かないと、相手もインフェを組んでインフェを置いたのに相手に2コス取られるみたいなのがあるんで、そのバトル始まったすぐはマジで置くようにしないと、意識大事ですね、はい、これプリンセスがちょうど拾ってくれるっていう、美味しい。おおって感じですね。あれ画面見えてないと思うんですけど、今めっちゃドヤ顔してます。いやいや、この久しぶりにこの無敗のこの感じがね最高。いい、しかもこれラストランバージャックもらえるんで意外と美味しい。確かに乾燥してるけどね。ってことでラスト
いきます。これインフィニットはマジで最速に出さないと負けます。インフィニットはあったらもう先に置きます。これ大事。これ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 でこの対決です。これこれで僕の方が得なんで今そういうことです。相手損だからね。そう普通にそういうことです。相手もただ捨ててるだけなんで。これあ相手も勝つやん。いやいや、あランバーランバーなんだって感じですね。はじめあれクソ大事ですね。よいしょ、初任者ち、ここっちゃうんすね、ここっちゃう。でも気づいている。やりますね。ふぅ、やばい、これインフィニットは俺の壊れちゃう。うわぁ、これインフィニットは置いてるから、一回捨てますか。一旦捨てて、うわ、相手に1コストレーニング嫌だな。嫌だなぁって思いながら、もう、どうにもできない。どうにもできない。まあ、この勝負はお預け。そうですね、また後に。これワンチャンさ辛くない？なんかワンチャンも、お、これプリンスお前優秀か優秀か。勝手に回収。そう勝手に回収した。始まり止まるっていうのが、うん、確かに相手が対処しなかったらずっと回収できますね。でとりあえず、あ、相手インフィニットは置いてる、置いてるけど待って、どっちの方が早いの。やばい、 あ、待って、負けた。お前さっき自分で言ってたじゃん先置きゲームなんだろ。そう、先置きして、同じようなあれだったらどうなの。後ろのプリンセスとかウッドとかじゃない、なんかダメージちょっとでも入れたら勝ちみたいなそういうこと。引き分けとかない。引き分けはね、ワンチャンある。これワンチャンある。お互い1-1とか、うん、あ、これ見て、ナイトが拾ってくれたこれ逆サイアイスピで、これでアイスピバレルが、あ、これインフィ来た。あ、遅れた。これ多分ね、取られました。相手の方が極めてるな。やばい、相手の方がインフェ極めてるよな。マジで。これちょっとあれだな。姉妹プリンで処理しよう。これ壊して、なんかやっぱ普段と違うやつやると結構面白い、ね。そう。こういうチャレンジ面白いですね。よいしょ。やばい。枯渇のあれで、熟練度で負けそう。これインフェネタ置いてきます。よし。よし。もう、あ、相手も置いてる。え、相手も置いてる。置かないで。やばい。やばい。俺らが勝つくね、これ。あ、待って。やばい。なんか、このエリポン取ろうとして、負けそうになるっていう。バレルに、対戦できない。やばい。これ、むずくない？なんか、こっちでロケット打っとこう。暇なんで、トリムロケット。相手さんだ、ロケットない説。アウトロー。ウッド打ちます。で、あ、後ろだ。いい、プリンセスできてる。インフィニット、インフィニット、これインフィニット、インフィニット。俺の方が早い。うん、いい。ゴブリン、来た。これで、はい、ニコスハザースって感じですね。よいしょ。これでプリンセス棒処理しつつ、いこの、やっぱニコスができ、ニコス手に入るだけで世界変わりますね。世界はアドナインやな。これ相手に1コスあげないアイスピ。コマ、せーまーす。ウッド裂きました。ロケット打ちます。しかもインフィニットは残ってるんで、次このままインフィニットが回収してくれるんですよね。しかもラストこれ、ウッドで。イエーイ！枯渇対決。まさかの。特殊やな。まさかの。ってことで、枯渇最強ゲーでした。あんまり意識、あの、記憶にないと思うけど、普通に真ん中にウッド打ってたからね、君。枯渇相手に真ん中にウッド打ってたから。ちょっとでも勝ちたいがダメ。あのエリックさん、2コス取りたくなる。取りたくなる。欲張ると危なくなる。危なくなるんでね。そう、1コスとかもね、無理に取りに行かないことがいいですね。なるほど。まあけど、ギャングとかアイスピとかで拾いやすいんで、その辺は拾っていいと思いますね。ということで、報酬は割と美味しい。報酬はね、割と美味しい。そう、なんかランバーとかウルトラレアトークンとかもらえたんで、ぜひやってみてはいいと思いますね。その前なんかインフェ系が強くて、ディガポイとかバルーンもやったんですけど、前のデッキ、前の環境のなんかね、まあ、悪くはないんですけど、枯渇の方がちょっと良かった。まあ、枯渇全く触れたことないなっていう方は、結構この前の環境のね、やりゴブで拾いつつディガーで削るとか、うわっていうのもまあできると思うんで、はい、一応ね、紹介していきたいと思います。というわけで、まあ今日はこんな感じで
天国、はい、天国チャンネル概要欄貼っておくんで、皆さんぜひ。やった、動画出してる出してる、はい、でもちょっと今リーグじゃん、うん、撮れるの、あ、はい、出してるらしいんで、そちらもねぜひ見に行ってくださいというわけで、お願いします。終わりにしますか。はい、お疲れ様でした。